ミニチュア向け麻雀解説します。毎日やらゆ、ゆずきゆかりです。今や大ブームとなった麻雀、反社会でも賭博でもありません。安全です。近年では競技大会が行われたり、コミュニケーションツールとしても使われます。3から4人でテーブルを囲み、34種類の牌を使って芸術点を競います。牌は各3枚ずつ予備があり、計136枚あります。3人麻雀では何を抜きます。これを間抜けと言います。1万と9万は残します。理由は謎です。さあ、試合を見ていきましょう。若い女の子が集まりました。ギャルちゃんですね。人が揃ったらまずは挨拶をします。タイソンよろしくお願いします。これ以降試合中の発声は罰金が発生します。これを沈黙は金と言います。例外もあります。ポン、チー、カン、ベー、リーチ、ツモ、ロン、テンパイ、ノーテンなどは試合中に発生しても問題ありません。これらを組み合わせてポンポンペインやペペロンチーノなど何かを訴える人もいます。雀荘によっては様々な料理が用意されているので、雀荘グルメ巡りをしてみてください。試合が始まると、まずは左の数何チェックを入れましょう。上から順に、リ、気持ちを整理した、数、和やかに了承した、な、鳴き声を上げない、ギリ通信を切断する、です。これらは任意です。リは最初からチェックが入っていますが、気持ちが乱れている場合は外しましょう。このゾーンにテキストが出たらボーナスチャンスです。押しましょう。あとは漢字で書かれたものを好きに捨てます。捨てます、捨てます。麻雀に言葉は不要という意志の表れです。奥ゆかしいですね。リーチに、相手がリーチと宣言しました。これはこれ以上お前とやってられるかという意味で、意思表示を兼ねて牌を横に曲げ、さらに棒で壁を作ります。この時牌を隣の人に見えやすいように向きを揃えましょう。奥ゆかしいですね。ちなみに麻雀ではリーチのことを曲げると言いますが、これはつむじを曲げるから来ています。漢字を捨て終えたら左端の牌から切っていきます。右に行けば行くほど価値のある牌です。リーチができるようになりました。この場合も左から切ります。リーチ、あとは見守ります。ペペロンチーノでも食べてくつろぎましょう。ネット麻雀において絶対に切ってはいけないものがあります。ネット回線、堪忍袋の単価です。これらを切るとで金になります。覚えておきましょう。リーチに、全員がこれ以上お前とやってられるかとなりましたが、試合は続きます。4人目の人がまだゲーム速攻の意思があるからです。4人全員がリーチをすると試合が終わります。話せばわかるのに会話が禁止されているので残念ですね。さあ、いかがでしたか。これが麻雀の心得です。この他にも様々な心得がありますので、いろいろな人に聞いて麻雀を楽しみましょう。オカルト麻雀部では人格者になるために日々研究をしています。雀力を鍛え、人生という山の上に花を咲かせてみませんか。今日の不幸は別の人に降りかかったの。